さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。中四国勝手に観光大使、マッカチンでございます。今日はパン屋に、パンを買いに行った後にうどんを食べて帰ろうということで、今からうどん屋に行きたいと思います。まあ、うどん屋と言いましてもただのうどんじゃございません。バイク乗りの皆さんが大好きな、そう、自販機うどんに行きたいと思います。そちらの自販機うどんなんですけれども、広島県だったら、まあ、ここと3カ所ぐらいあるのかな。ちょっと調べてないんですけど、わからないですけど、昔なんか3カ所あるとかいう話を聞いておりました。それの1カ所、三好にある、自販機うどんのお店に行きたいと思います。お金あったっけな、まあなくても隣で崩しちゃいか。まあその自販機うどんなんですけれども、まあね、やっぱみんな好きよね。特にバイク乗りは大好きなはず。だってね、自販機うどんだぜ。自販機でうどんを食べるなんてね、普通めったなことじゃありゃせんけんね。もうここを曲がってみよう。なんか綺麗な道だね。すごい綺麗な道にやってきたよ。何が立つんだろう、ここって。わからんね。で、自販機うどんに行きたいと思いますよ。まあね、自販機うどんと言ったら、やっぱ有名なところは島根にいっぱい点在するけどね。で、私もコインランチ川本の方に行ったし。まあね、暖かいうちに島根の方いろんな行きたいなとは思っとったんだけどね。結局こう、もう12月も終わりになってしまうでね。まあ、この寒い中行けるとしたら、まあどこかなって、うお、風強いな。どこかなって思ったら、まあこの三好にあるパン屋さんの帰りのついでに、そこのうどん屋さんに寄りたいということで、行っております。風が強いわ。すごいいい道だなこれ。ここね、雪が積もったらね、スキーするのにちょうどいいじゃん。スキー板持って、あ、ここ頑張って登ってってさ、もうシャーってシャリ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 。おお、左か、ここ風光止め、まっすぐはダメ。じゃあここ左ということで、左に決めます。432号線なんだ、ここって。なんかすごいところを走ってるね。すごいよこれ、いい道だ本当に。バイクで乗るにはすごくええ道かもしれへんな。俺はおすすめやで、おすすめ。なんかすごいお店、今のあそこはよくわかんねえな。まあ、ちょうどね、1時29分、お腹がちょうど空いてきた時間ですからね。ああ、早く食べたいな。小腹が空いてちょうどいいです。なので、早く食べたいんです、僕はって思いながら走らせております。でも本当、自販機うどんなんてね、最近もう全然ないでね、ここが生き残っとってくれりゃいいなってずっと思うね。最近もうなんか昭和レトロっていう言葉が出だしたけどね。まあでも平成の時も言おうたから。でもわしらはね、昭和レトロ昭和レトロって言いながら懐かしむように、もう少したら令和10年ぐらいになったら平成レトロっていう言葉が出てくるんだろうね。平成は懐かしかったねって言いながら、本当になんか平和な世界だったわとかって言いながら、だって令和になってから考えてみたいや、いろんなことありすぎだろ。一番これは絶対歴史に残るよね、このコロナの蔓延は。えぐい、もう仕事しようって思うけどね、仕事がないってそれくらいのエグさだけどね。あれはすごいね本当。だってもう少しあと5分か。なかなかね、長いよね。一歩遠い。でもまあちょうどいいっちゃちょうどいいんだな。そうだよね、今年コロナのせいでね、まあ来年の新年のあのトンドがなくなってしまうだけどね。マジかよって思ったよ。トンド好きだけ毎年楽しみにしてたんだけど、トンドもなけりゃ秋祭りもない。まあ、まあ寂しい一年だったなと思うよ。あとこれが2023年ぐらいまで続くんだろ。本当はコロナにかかっても軽症無症状でつまぜたい世の中よね。
重症にはなりたくないよね。重症になったらほんまもう死んじゃうけんね。このトンネルの上が芸備線でございます。はい、でこの54号線を左に走ります。54号線って書いてるけどナビだったら国道183号線になってるね。反感応式信号、お、感応してくれた、よかったよかった。もう感応してくれなかったらね、ほんと一回降りてから向こう歩いていかなきゃいけないね。よいしょ。太陽があったかい。風がなくてね、あの太陽がずっと照ってってくれりゃあったかいんだけどね、今日。もう少し、お、もう少しで着きますよ。うどん屋さん、うどん屋さんっていうか自販機うどん。やってたらいいな。売り切れてなかったらいいな。はい、400メートル先斜め右方向に、ございます。もう少しだよ、楽しみだね。うーん、お、見えてきました、見えてきました。あっこです。あれ、自販機うどんのお店、福原酒店、福原酒店さんに、突入でございます。ほら、自販機がいっぱいある。その隣にうどんそば売ってそうだね、売ってそうだね、売ってそう、売ってそう。やったー、よいしょ。さてさて、食べよう食べよう。うどん350円なり、お金あるかな。ああ、よかったよかった。あるある、あ、お金入りました。25秒、いいねこれ。この西キー缶大好きよ。13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、おちん言うたで。そして出来上がりです。では、調味料1個と、割り箸を取りまして、熱々だ、あちちちちちちち、よいしょ、よし、よっしゃー、うどんそば、あ、美味しかったです。まあ、次はちょっと天ぷらそば買おうかな。甘そば好きじゃないけど。よいしょ。それではまあ、今日は自宅に向かって帰りたいと思います。失敗。ギアが。よし、オッケー。次行こうか。よし。いやー、福原酒店、間違っとったらどうしよう。まあいいや。自販機うどん大変美味しかったですよ。家で作れるじゃんって言われるかもしれんけど、じゃあ、あそこで食べる味があるんよ。いやー、美味しかったです。それでは、一路家に向かって帰りたいと思います。次はどこに行こうかな、楽しみだな。それでは今回はこれで、終了いたしたいと思います。ここまで見てくださった方は、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。登録してもらえたら嬉しいね。それでは、次回の動画までまた
楽しみに待っていただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバイ。